栃木の名店を訪れて美食をめぐる土地めし。真岡市の閑静な住宅街の中にある隠れ家風のお店、カフェオリーブ。店先にはオーナー自ら飾り付けをした色とりどりの花たちがお出迎え。白を基調とした明るい店内。ランチタイムは地元の女性客を中心に連日にぎわいます。そんな彼女たちのお目当てのスイーツが。お待たせいたしました、クリーマーミーでございます。カフェで味わえる人気の和スイーツ。まずは食べやすい硬さの寒天を用意。そこに地元真岡のいちご、とちおとめや季節のフルーツを添えていきます。自家製のゆで小豆をたっぷりのせて、そこに黒蜜をかければ。カフェオリーブで人気のスイーツ、クリームあんみつ。一番新鮮っていうことと、お客様の中にもお野菜作ってる方がいるんで、この間お野菜使いましたとか言うと、ちょっと傷物なんか持ってきてくれたりとかで、そういう感じでなるべく地元の方の使いにしてます。地元のつながりでできている和のスイーツ、一度食べたらまた食べたくなる美味しさです。